皆さんこんにちは。超気持ちいいや何も言えねえの名言を残した元競泳男子の北島康介さんは2023年現在は何をされているのでしょうか。2016年に現役引退し、今の仕事は社長経営者として活躍されていますが、新興宗教の広告塔をしているのではと噂になっています。どのような活動をされているのでしょうか。結婚した嫁や子供についても調べていきます。北島康介さんは2012年のロンドン五輪では金メダルよりも金に目がくらんだと批判を浴びることになりました。北島康介さんは平泳ぎ100メートルで5位、200メートルで4位に沈みました。スポーツライターの玉木雅之氏は北島選手の敗因をこう分析していました。北島は4年に一度というピークを合わせることができなかったことにつきます。今思えば4月に行われた代表選考会の時が絶頂だったんでしょう。4度目の五輪となる北島の泳法は世界のライバルに研究し尽くされ、年齢的にも下り坂ということも要因だったかもしれません。でもそれがスポーツの面白さであり難しさでしょう。同時にこのような指摘もありました。北島の敗因は水着で浮気したからではないか。というのは日本水泳連盟関係者です。2009年にいわゆる高速水着の着用が禁止されたとはいえ、競泳で唯一の着衣である水着は依然としてタイムを大きく左右する要因と言われます。また自社製品で好成績を残せばメーカーにとって大きな宣伝効果となることは言うまでもありません。北島選手はシーズンからデサント社とアドバイザリー契約を結び、同社のアリーナシリーズを着用してレースに挑みました。メーカー関係者が声を潜めて言います。水着に関してはこれまでフリーという立場の北島は着慣れた水の社の製品を使用してきたが、今回はより良い条件を用意したと言われるデサントと契約した。デサントも五輪3連覇で盛り上がることを見越して勝負に出たのでしょう。ですが水野を着用した寺川や萩野がメダルを取った。北島もこれまで通り最もフィットする水着を使用すればよかったように思います。いかにも金メダルではなく金を狙った結果の失速だと言われてしまったわけです。さて北島康介さんは2023年現在もアスリートのマネジメント業務などを手掛ける会社の代表取締役社長を務めています。その一方で富士阿蘇山大神宮や石玉と共に生きる会という新興宗教団体の活動にも取り組んでいるようです。それぞれ詳しく確認していきましょう。北島康介さんは2009年6月に株式会社インプリントという会社を設立しています。事業内容はアスリートのマネジメント、スイミングスクール北島クアティクスの経営、トレーニング機器の販売やデザインをする米企業パフォームベターの日本法人。北島康介さんは現役引退後東京都水泳協会の会長を務めています。2018年6月に副会長に就任され、2020年には会長へ就任されました。北島康介さんの冠大会康介北島カップも開催されています。北島康介さんは富士阿蘇山大神宮や石玉と共に生きる会という新興宗教団体の活動にも取り組んでいます。2023年6月5日には世界平和人道支援団としてポーランド在住のウクライナ避難民に向けて玄米粉を届けるために出国しました。富士阿蘇山大神宮や石玉と共に生きる会という新興宗教団体の世界平和人道支援団活動は今回が初めてではありません。2022年6月に活動が始まっており、第1回の海外渡航から北島康介さんも活動されています。続いて北島康介さんの嫁についてお話しします。北島康介さんの嫁は元ガールズネクストドアのメンバー千佐さんです。2012年12月に婚約会見、結婚、入籍したのは2013年9月です。名前千佐、旧芸名本名前川千佐、生年月日1985年11月16日、出身地兵庫県、活動期間2007年、2013年、所属事務所エーベックスエンタテインメント。2008年に前川千佐さんはガールネクストドアのボーカルとしてデビューしました。ガールネクストドアといえば当時ガルネクの愛称で親しまれ、紅白歌合戦に出場したくらい実力があったグループです。
紅白歌合戦にデビュー3ヶ月で出場したことも話題となりました。紅白出場者の中でもガルネクは史上最速だったとか、デビュー後圧倒的な話題性を持つガールネクストドアの勢いに拍車をかけたのがファーストアルバムガールネクストドア。このアルバムに収録された曲すべてにタイアップがついていました。つまり収録された14曲すべてがドラマの主題歌や音楽番組、バラエティ番組、情報番組、CM ソングなどに使われたということです。全国民が1日1回はガルネクの曲に触れるのではとも言われてました。ですからちささんの歌声は誰もが聴いていると言ってもいいのではないかと思われます。ちささんは大好物がアイスだそうで、2009年には江崎グリコアイスの実で、2011年には森永製菓チョコモナカジャンボで CM 出演しています。もちろんアイスの実の CM ソングもガルネクの曲でした。使われたシーズオブドリームはこのために書き下ろされた曲だそうです。その後もたくさんの曲で活躍し、ちささんは2013年9月に北島康介さんと結婚しました。ガルネクは同年12月8日のラストライブで解散しました。さて北島康介さんの嫁ちささんなのですが、グループガールネクストドアのボーカルとして紅白歌合戦に出場した年、2008年にとんでもないことが起きました。実はちささんの父親が逮捕されていたことが明らかになり、大々的に報道されたのです。逮捕された容疑は下着泥棒で2007年のことです。さらにちささんの実父は教師だったこともあり、余計にバッシングを受けることとなりました。今からさらに勢いをつけていこうとしていたグループガールネクストドアに思いっきり足を引っ張る行為、ちささんとしてはグループのメンバーに対しいたたまれない気持ちになったのではないかと思います。実父は保釈金を支払い釈放されていますが、ちささんの心に大きな傷をつけたことは確かですね。北島康介さんには子供が一人います。性別は女の子で、誕生日は2014年5月です。北島康介さんは出産にも立ち会われたそうです。2023年現在の年齢は9歳なので小学3年生でしょう。北島康介さんの娘さんは1歳頃からスイミングスクールに通い始めたそうです。2023年現在もスイミングを続けているかは分かりませんが、もしかしたらそのうち大きな功績を残すかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。